はい、皆さんこんにちは、フラワーティスです。前回の動画で実はこのフラワー TV のオフ会やりますっていう字幕が流れたと思いますが、またフラワー TV のオフ会を行います。まあ日にちがですね、なんと今月なんですよ。急遽決まったんで9月の27日の、それもまた土日ではない水曜日という平日というね、前回本当土日にやってほしいという声が多かったんですけれども、まあ、今回もいろんな都合で平日になってしまいました。今回はこの僕のデモンストレーションなんですが、このフラワーリースの発想と作り方という本が今日編集できるかな、昨日になるかな、発売になりました。これは実はこのリースの作り方がもうリースが150作ぐらいかと思っていて、もう本当にこう作り方とか用途とかどのぐらいのとかどのぐらいで制作費用を変えるのとか、もうリースの作り方もそうですけど、もう全てが分かる本なんです。この作品を僕が主催を務める M フラワーの会員さんたちがみんな作っています。はい、でまあこの本のこうサイン会を兼ねて、デモンストレーションを行いたいと思います。なのでこうね、時間のある方はぜひいらしてください。で場所が東京都千代田区内神田という成分同心公社という出版社の新しくできたイベントスペースで、そのこけら落としを兼ねて行います。で費用が時間が、6時からスタートです。で費用は9月27日の27万とかけて2700円とさせていただきます。はい、で当日はなんか話によると軽食が出るとか出ないとか多分出ると思います。まあ、当日はね、まあ、もう時間もないんで、まあ、結構ゆったりゆっくりとしたスペースでできるデモンストレーションになると思いますので、ぜひねこう見たいという方は時間がありましたらいらしてください。で、応募ですね、応募方法はこちらにメールアドレスと電話番号を書きますので入れますので、そこにお願いいたします。では今日はですね、フラワー TV のオフ会とこのフラワーリスト発想の作り方をの出版を兼ねた、デモンストレーションを行いますという話でした。では今日は告知ということでした。また次回お会いしましょう。 See you next time.